正月早々体調を崩しまして、ようやく、元気になってきたので、今日は1月の10日になるんですが、初ハイキングにやってきました。三種町のクアオルトのコースにやってきました。10周年になるんですね。おめでとうございます。小峠、桑の古道、これから歩いていきたいと思います。スノーシューにいいコースかなと思って、目をつけていたんですが、まだ雪がそんなに積もっていないので、今のところ素晴らしい、何もつけずに歩いております。あ、池が凍ってるな。なんか奥はなぜか凍ってないので、カモが奥の方で楽しそうに泳いでますね。小峠中学校の前を、山に向かって入っていきたいと思います。よいしょ。今日もまあ冬眠してるかと思うんですが、一応熊さんに挨拶してから入っていきます。水は凍ってなくて、潮落しの音が響いてます。前回同様、寄り道をしてから行きたいと思います。森カフェ、ちょっと興味のあるカフェがあるんですが、毎月9日山コーヒータイムでしたね。昨日だったんだ、残念。新雪の上を歩くのは気持ちいいですね。よいしょ。野球場の裏まで来たら結構雪が降ってきました。もうせっかくスノーシュー持ってきたので、ここからはスノーシューつけて歩いてみたいと思います。いい感じです。森の中に入ってきたので、ちょっと風が強かったんですが、風が収まってきました。まあ、こういう時はこういうとこがいいですね。笑う門には福来たる、報復絶踏、いいっすね。風が強いっすね。鼻水が垂れてきました。前回カモがたくさん見れたこちらの池も今回は凍っております。結構雪の中歩いてる方多いんでしょうかね。足跡がすごいたくさんついております。つかの間の晴れ間が出てきて、青空が少し見えてます。あー、綺麗だな。野球場のところまで帰ってきたら結構吹きさらしで風が吹いてます。休憩所も結構吹きさらしでした。雪が降ってきました。やっぱり普通の登山靴で歩くと足先が寒いですね。ちゃんとした保温材のある靴で歩いた方が良さそうです。第一展望台までやってきました。残念ながら遠くは何にも見えていないです。
稜線歩きの下には畑が広がってます。なんやろ、梅かなんかかな。ちょっとこのコースは階段が何か所かあるので、その部分はスノーシューに向かないですね。天気が非常に変わりやすいです。先ほどまで晴れてたんですが、琴岡中学のあたりまで来たらまたすごい風が吹いてきました。寒ー。無事に帰ってきました。車まで戻ってきたらすごい吹雪になってきました。よかった。小一時間、ちょうどいいハイキングで楽しかったです。また来たいと思います。